こんにちは。こんにちは。はい、本日も始まりました FM サルースミュージックパワー。はい、今週のパーソナリティははい、日本の R&B 666の代名詞ミュータ、はい、はい、マルチシンガーソングライターカナラテと、はい、はい、ミュージックとフィットネスの、融合をテーマに活動しておりますイントラシンガーソングライターの朝香リーマです。この3名で今日はお届けします。はい、はい、この番組は FM サルス YouTube チャンネルにてライブ動画も配信中です。動画を見ながらリアルタイムで私たちとチャットすることもできちゃいますよ。はい、さらにここイツコムのサテライトスタジオでは番組を生で見ることができますので、毎週土曜日のお昼をぜひタマプラザテラスに遊びに来てくださいね。はい、そして今日はですね、なんと FM サルスミュージックパワー始まって以来初の弾き語り生ライブをお届けする素敵なスペシャルなゲストさんが来てくれてます。そしてなんと私朝香リーマもですね、今日がラスト卒業の来てしまいましたこの時が。はい、ということで番組の内容ですね、一部変更して、はい、皆さんからのメッセージはまた、別々にですねお届けしたいと思うんですが、はい、はいはい、最後まで聞き逃さないようによろしくお願いします。メッセージ来ております。はい、はいはい、抹茶男子さん、うん、カナラテちゃん復帰したかな。前回は珍しくお休みだったのがとても心配でした。いつも明るく元気なカナラテちゃんがハッピースでありますように、あ、すいません、前回体調不良でお休みさせていただきましたが、ね、リーマちゃんのラストにちゃんと復帰できることができました。あとほんのりちょっとさっきねちょっと来てたんですけど、はい、たくさん来てますけどもね。そうですね、はい、ちょっとじゃあ次回の都合で、はい、そうですね、はいはい、じゃあ、曲を、早速お届けしたいと思うので、カナラテさん曲紹介お願いします。はい、今回ちょっと2曲続けて聴いていただきたいと思うんですが、まずはカナラテでハッピーエンドピースハッピース。カナラテでハッピーエンドピースハッピースでした。6月28日に目黒ライブステーションでライブをしますので、ぜひともお時間ある方はよろしくお願いします。はい、はい、続けてお届けしたいんですが、6月14日にポニーキャニオンのデジタル配信したばっかりのミユでポッピングウサギをまずは聞いてください。
ありがとうございます。ミューでポッピングウサギでした。なんとこの発売日の日にヤフーニュースを始めて、うん、13社ぐらいにですねあのニュース取り上げていただいて、まあ、結構今回のこのシングルなんですけれどもなんか売れ線を狙ったとか、まあ、そういうので全くなくて、うん、日本のやっぱりレジェンドの方たちとあのその道のレジェンドの方たちと一緒にミュージックビデオを撮って、かっこいいとにかくかっこいい作品を作ろうというコンセプトで作りました。なのでもうすごくあの満足しております。ぜひねミューでポッピングウサギで検索していただけるとまだニュースもたくさん出てくるし、あちこちの配信で、ご購入できますのでぜひこれを聞いて元気になっていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます、はい。それでは毎回パーソナリティがおすすめ情報を熱く語るあのコーナーです。はい、これ知ってる？ブッシュマンフェイバリットのコーナー。はい、今日は朝刈り今卒業スペシャルということで、はい、ビーマちゃんの今一番プッシュしたいものを熱く語ってもらいましょう。うん、はい、ありがとうございます。もう私話し始めたらこれに関してもう本当に夜が明けちゃうくらいなんですけれども、はいはいはい、今日はですねこれからやりたい、赤ちゃん教育、はいはい、これを広める活動について少し皆さんにご紹介したいなと思います。はい、はい、ちょっとここだけ聞くとどうした朝刈り今みたいな感じかもしれないんですが、私ちょっと出産のためにですね2018年から休止をしていて、でその間も、ちょっと家事に全く自信がなかったので、はい、あの自分らしく楽しく育児をしたいという思いで、自宅で親子英会話を始めました。これがきっかけでですね、ものすごくこう学習する学ぶということに目覚めたというか、勉強とか大嫌いだったんですけどすごくそこで人生が変わったと言っても過言じゃないんですね。で、私も主人もほぼゼロから英語力ゼロからスタートして、その赤ちゃんだった長女とスタートしたんですけれども、もう今では、長女はバイリンガル、次女もですね、はい、あのお姉ちゃんと一緒に英語を話し始めるように今なってて、でももう本当に子どもの吸収力には日々圧倒されております。で、そういった形でプライベートはすごく充実してたんですけれども、はい、一方でその長引くコロナ禍でですね、復帰のタイミングっていうのがなかなかつかめなくて、でその音楽業界の変化っていうのも分からなかったので、その自分が今までやってきたライブ主体のミューフィットというものをどう進化させて復帰していいのかっていうのが分からなくて、で、昨年末ありがたいことにこちらのラジオの話が決まって、でひとまず復帰はさせていただいたんですが、ちょっとやっぱりこう自分の中で先が見えなかったっていうのが正直なところでした。ただ、そんな中ですね、本当にこう数ヶ月前ですねこの春、ちょっと知人の紹介で知育教室、次女のですね、知育教室に通うことになって、でそこで知ったのは、本当生まれた瞬間の赤ちゃんが一番の天才能を持っているっていうことだったんですね。で3歳までの赤ちゃんの脳っていうのは大人の120倍の速度で成長すると言われていて、で大人が1年かけて学ぶようなことも3日で習得してしまうというのがこの赤ちゃんのなんですね。でも本当どんどんのめり込んでそれこそ眠れない日もあったりとか、そんな感じでこう楽しく知育をやっていたんですけれども、その教室の先生にグレンドーマンという博士のですね、これ脳科学者の博士なんですけれども、本を紹介されまして、もうその本と DVD を見たら、もう本当目を疑うようなこんな4歳児3歳児2歳児こんな子たちがいるのっていうような子たちがたくさんその紹介されていたんですね。で、もうはっきり言って、このドーマンメソッドものすごい昔からあったので、なんと59年前からあったメソッドなんですけど、知ってます皆さん。いや知らないです。知らないですよね。私も周りの方にこれを話して知ってる人って本当にいらっしゃらないんですよ。なのでもしこのドーマンメソッドをやっていれば、例えば私算数大嫌いなんですけど、正直数学で0点取っちゃったこともあるんですけど、そんなことなかったはずなんですよ。59年前からこのメソッドがあったんで、もししっかりと教育されていれば、私だって0点取ることなんてなかったはずなんですね。いやこれはちょっとこういうものちゃんと広めたいなっていう思いがどんどん、強まってきまして、で今までやってきた自分の、ミューフィットにこの、知育のテーマを盛り込んで活動していきたいというのが、新しい目標に変わりました。はい、でも本当に、これ話し始めるとね熱くなりすぎちゃうんですけど、このドーマン博士は、数あとは言葉、そして運動能力ですね、あとは百科事典的な知識っていうものを大きく4本の柱、に関して本をいくつか出版されてます。はい、で、例えばなんですけれども、私ミューフィット今までやってきましたが、体を動かす
っていうのは単に体を鍛えるということではなくて、脳の子供たちの脳の影響にもものすごく大きく影響していて欠かせない要素なんだそうなんですね、はい、なのでもうこれはぜひとも私も、取り入れたいということで今はそちらの勉強をしています、はい、なのでちょっとまだ人前に出すのはかなり先になりそうなんですけれども、うん、今ホームページを作ったりとか勉強をして、もう本当日に日に、知識が増しているところなので、はい、ぜひ皆さんに、待っていていただきたい、ね、そうですね、今後の活動に注目していただきたいなと思ってます、うん、ちなみにですね、はい、私の活動はまだまだ形になってないんですが、はい、もうこれを聞いてもう本当0歳からが始め時なので、はい、今この放送を聞いてもう今日から始めたいわっていうママとか、うん、マタニティの方とかいらっしゃると思うんですね、はい、で私実はその日本にある、ドーマンメソッド、日本人間能力開発研究所というところに何度か問い合わせて、うん、ラジオでご紹介してもいいのかとかそういうこともですね、うん、何とか、うん、確認しようとしたんですがなかなかつながらなくてですね、はい、お返事がね、はい、でギリギリでですね、うん、インスタグラムから、はい、私のようにこのドーマンメソッドを、広げるべく活動している若い世代の、皆さんを発見しました、うんうん、で今日はですね、そのメソッドを紹介している0歳からのママスクールメイという皆さんをちょっと紹介したいと思います、はい、ちょっと無理くりですねコンタクトを取ってなんとかその運営者であるマオリンさんという方とですね、はい、直接お話をさせていただきました、はい、そしてですねマオリンさんが運営するこの、うん、0歳からのママスクールメイなんですが、うん、まだ立ち上げ約半年なんですけれども、うん、はい、すでにもうコンテンツがものすごく充実していまして、うんうん、でちょっと本当時間の関係で一部しか紹介できないんですけれども、はい、もうたくさんの思いが詰まっていて、うん、マオリンさんたちの描く今後の未来のビジョンに絶対にワクワクしていただけると思います、はい、うん、はい、では紹介します、はい、子育ては世界最高の仕事です、うん、大切な命を乗せる車には教習所があるのに、うん、小さな命を育む子育てには教習所がありません、うん、子育てという大仕事を免許も専門知識も正解もない不安の中で頑張っているママのために、うん、この環境をプレゼントしてあげてほしい、こういったメッセージが、基盤にあります、はい、でこのマオリンさんが言う環境というのはそのドーマメソッドというのは塾に行くとか今の教師を雇うというものではなくて、はい、その最初の社会である家族の中で赤ちゃんを育てていこうというものなんですね、はい、なのでこのノウハウっていうのは全て本に書かれてるんですけど、うん、なかなかこの本手に入らないんです、もう、うん、中古しか世に出回っていなくて、うん、なのでまず本が手に入らない、そしてたとえ、うん、手に入ってもなかなかママは忙しくて読めない、うん、そして読んだとして実践してもわからないことや、うん、やってみたら違ったということいっぱいありますよね、はい、そういったことも全てサポートするバックアップ、うん、動画コンテンツなども、盛り込まれています、うん、でそしてですねなんとそのフィラデルフィアに実際に渡ってこのドーマンさんグレン・ドーマンさんという博士と実際に活動して携わっていた OB の先生がですね、はい、全面監修をしていらっしゃるので、うん、もはや日本で唯一の公式ドーマンメソッドを学べる学校といっても過言ではないと思います、はい、ですので受験とか就職とかそういったことをですねテーマにしているのではなくて子どもたちの未来を見てですね活動している皆さんですので、うん、ぜひ皆さんにも、チェックしていただきたいと思います、はい、はい、でこのスクールのですね、うん、URL は後ほど私のブログの方にリンクしますので、はい、ぜひチェックしていただきたいと思います、はい、ラジオで紹介されるのは今日が初めてということですので、ね、チェックですね、はい、ぜひ、はい、今日は本当にマオリンさん許可ありがとうございました、ありがとうございました、はい、光栄です、素敵な情報ですね、はい、はい、うん、そして私もですねもし機会があれば本当この皆さんとコラボしてい、うん、いきたいなというような目標もありますので、うん、はい、そしてまたこのサルースにもカムバックしたいなっていうような、うん、思いもありますので、はい、ぜひこれからもよろしくお願いします、はい、お願いいたします、はい、それではですね、はい、駆け足でお届けしましたのが本日、のプッシュマイベスト、はい、全力で私がお届けしました、以上これ知ってるプッシュマイフェバリットのコーナーでした、はい、それではここで1曲お聴きください、朝香里馬でプレゼント、はい、
はい、朝カリーマでプレゼントをお届けしました。この曲は、チューンコアからですね各種、配信サイトでダウンロードができますのでぜひ皆さんチェックをお願いします。はい、はい、さていよいよ本日の目玉です。本日はデビュー曲夏の日の993が170万枚を超えるミリオンヒットとなったあの男性デュオクラスから日浦貴則さんがお越しくださってます。はい、はい、こんにちは。こんにちは。はい、そしてなんとですね、私たちこの番組の弾き語りで、うん、生放送していただくのが初めてですので、はい、もう盛り上がって、はい、私たちもテンション上がりまくりです。では、たくさんお話ししたいことはいっぱいあるんですが、まずは皆さんに、その生演奏をはいお聞きいただきたいと思います。これ多分ラジオこの聞いてる方さっき歌ったじゃんとかって思ってるから、いや別にまたミスなので歌いますよ。すいません、アンコールです。じゃあもう一回行くぜ。はい、お願いします。人違い、そうじゃない。
とうございます。どうもありがとうございます。たくさんの方に、ね、集まっていただいております。それでは改めてですね、ご紹介させていただきたいと思います、はい、本日のゲスト、日浦貴則さんです。どうもこんにちは。もうなんかご紹介いらないくらい、いもっと聞いてたい、もっと聞いてたかったんですけれども、はい、言わずと知れた今この曲でですね、170万枚を超える大ヒットを飛ばした、男性デュオ、クラスの、ボーカルでございます。今年、今年で30周年なんです。1993年、俺は5歳かって入ってますね。5歳の方も今聞いてらっしゃいます。35歳か俺には分かっちゃうんだぞ。音楽の力をなんか私、ね、はい、ビンビン感じました。もう、ね、こんなにたくさんの人が足を止めて、ね、本当にまさにミュージックパワーですよね。本当にそう、はい、パワービンビン出ました。いかがですか、こう実際にこうやって歌って、うん、いつも、うん、あの生でこうして歌っていらっしゃると思うんですけども、うん、やっぱりこうライブをするときはいつも、はい、もういつもさっきこれに、うん、さっきと同じ番組、あ、じゃない、同じ曲で言ってましたけど、はい、長年同じ曲を歌っててもやっぱりこうテンションというのは変わらず、なんだろう、やっぱりあのそれこそね、はい、こうこれを歌うと、はい、みんな笑顔になって、はい、楽しんでくれるって、うんうん、脳が覚えてる、それこそね、なのであのやっぱり歌い始めるとハイテンションになりますね。そうですよね。その、かつてのですね、 大ヒットソングというのを今歌っていただいたんですが、はい、もうその今の日浦さんの曲も聴きたいということで、今日はそのニューシングルのですね、はい、夢の扉、うん、これについて、あ、シングルじゃなくてですね、失礼いたしました、あの今年ね、はい、まあ、僕毎年2009年からアルバム毎年作ってるんですけど、はい、で今年ねちょっとお休みしたとこもあったんですけど、はい、アルバム2枚作ったんですよ。その2枚目がジャジーってアルバムで、はい、これまあジャズっぽいアルバムなんですけど、うんうん、ただ、今年クラス30周年ということで何かできないかなって言われてて、でその1993年頃って俺と作りってお見合いで合わされてるもんなんですよ。あの昔以前からやっててデビューしたんじゃなくて、うんうん、ちょっとある日あるプロデューサーがいて、この二人ちょっと合わせたいかって合わされて、うん、でお前ら二人でやれって言われて、なんかデモでも作ってこいって言われてる時期に、あの作りと初めて会った時に、あの何が好きなの、作り何好きなのって言ったら、マーヴィン・ゲイが好きだって、お、分かった、じゃあマーヴィン・ゲイにそっくりな曲作ろうって作ってあの作ってデモテープ作ったんですよ。で割といい曲になったんだけど、あまりにもマーヴィン・ゲイすぎるから多分当時ボツになったと思うけど、はい、クラスではあのリリースされてないんだけど、はい、いい曲だなと思ってて、で、はい、30年経ってるけどデジタルで残してたんで、はい、あのそのデジタルの音源から、うん、今あの音源だけの引っ張って出せるんで、はい、ドラムとかベースだけで引っ張って出せるんで、だからボーカルトラックだけ引っ張り出してきて、はい、そこに、はい、俺とつくりのボーカルトラック取り出してきて、うんうんうん、そこに新しいギターを弾いて、はい、でストリングス入れてエレキ弾いてという新しくアレンジして作った、うん、まさかのクラスの奇跡の新譜なんですよ。ということは30年前のその隠れた名曲が今のデジタルで世に出るっていうことですよね。まあ、AI 使ってですね、取り出したみたい、取り出して、はい、すごい、まあ、あのこの手法なんかジョン・レノンも使ったみたいで、俺の真似したなみたいな、いち早くいち早くやりましたね、はい、本当ですね、すごい。じゃあ早速ですね、その幻の名曲、はい、夢の扉をですね、はい、皆さんにフルコーラスでたっぷりしたいと思うので、聞いていただきたいと思います。あのね、ストリングスとギター弾いてるのは、まあ、僕の87年のデビューからの師匠なんですけど、はい、まあ北海道で一緒に回ってるんですけど、はい、彼がその机に向こうにいる机に向けて、それからもう行ってしまった同じミュージシャンに向けて向かって、はい、その思いを込めたアレンジになってるんで、ぜひその辺をフルコーラスで聴いてください。わかりました。では曲紹介お願いします。はい、あえてクラスで夢の扉。
あえてクラスで夢の扉をお届けしました。あ、素晴らしい。やっぱりコーラス聞いてよかった、すごいですよね。ありがとう。はい、もうこの曲なんですけれども、はいはい、さっき言っていたようにちょっと、30年前の、そう声とか、そういったものからこう引っ張り出してきて、今の技術を使って、蘇らせたという、幻の曲なんですけれども、もう本当にですね、熱い思いが、たくさん詰まっていると思うので、ちょっとポイントを、ぜひリスナーの方にも、教えてほしいですね。あ、ポイントですか。その何か30周年なら何かしたいなと思ってて、この曲浮かんだんですね、ただその今回のジャジーってアルバム、ジャズっぽいアルバムなんで、どうしようかなと。そのまま音はできてたんだけど、ドラムとかベースとか入ってる音はできてんだけど、ちょっと違うし、じゃあ今の技術だとボーカルだけ引っ張り出せるって知ってたし、実際やってたんで、じゃあ引っ張り出してきて、で新しくアレンジを加えて、でも生ギターとストリングスとエレキってすごいシンプルなやつなんで、なかなかこの細かいところまで見えてしまうから、粗が見えてしまうから、だから AI でこう、僕はトラックだけ取り出してるけど、まあちょっと劣化はしてるんですよ。でもいいとこは出たかなと。それでそのピッチとか30年前なので、ピッチでも音程のことですけど、今はそうちょっとそこを部分的に直すアプリケーションもあるんですよ。でそこに一回通してみたんです、でそうすると、机が一人で歌ってるところは普通にこう、形としてオブジェとして出てくるんですけど、ボーカルの音程が、ただ2人で歌ってる時には2人分の音声プラス何かが出てるんですよ、上に。YouTube でご覧になってる方は分かると、ちょっとね、ちょっとよかったらカメラもありますので、アップしていただけると思います。これなんですけど、これはメロダインっていう音程補正アプリで見ると、ここがね、こっちが一人、月を一人で歌ってるとこで、二人で歌うとここが本当の音程のところになる。この上に倍音が出てるんです、バーって。あー、なるほど、ね、で昔からクラス、俺たち二人でコーラスしたら、なんか不思議な音色になるねっていうのは、みんなもう言ってたんですよね。で、自分たちでも自分でコーラスの一番よくハモるってよく言うけど、でも俺たち二人でやるとまたそれと違う、なんか独特な音色になるねっていうのは、これだったんだって、30年後にね、この倍音が出た。でここで、ね、ピッと、マウスでクリックしてみると、この音がどんな音か分かるんだけど、キーとかワーとかすごい高周波になって、いわゆる倍音なんですよ。だからこれがいわゆるサチュレーションみたいな現象で、だから2人でコーラスするとこういうものが発生して、でそれが聴く人が気持ちよくなるっていうね、それを今ね、こうデジタルで見えちゃうのはすごいですね。形としてね、そう、で結局ね、ピッチとか修正しなかった、しな、要はね、もっと劣化しちゃうんで、十分なんで、これでもその出したんですけど、そういうことで今聴いてもらったボーカルは30年前の作りの声、感慨深い。いやでもピッチとかの問題じゃなくて、やっぱりその倍音というか、その目に見え、今だから目に見えてますけど、その機械では絶対に生み出せない音っていうのが生まれる、その、タックですよね、息遣いとかね、 それがやっぱりこういった、数々の名曲を生んだりとか、そういったことにつながったんですよね、きっと。なんかすごい、この時ね、夏年の19ですけど、俺たちデビュー前なんですよ、で、その先にこういうミリオンヒットが生まれるとか全然覚えてなくて、2人で俺んちの今も使っているその録音ブースに入って撮ってるんですけど、今こうなっていることをその時の俺らに言いたいね。だからもうちょっと真面目に歌っとけみたいな。本当に。いやでもよくいいパフォーマンスしてますね。でもその時はその時にしか出せないものがやっぱり詰まってるんで、ファンの人とかやっぱたまんないですよね。俺には分かるね、最初の歌い出しの作りがちょっとなめとるみたいな。いや聞いてる方は一切分かんないですよ、それ。でも途中から気合い入ってるのはよく分かる。あ、そうですか。本気になってる。リスナーは一切わかんないですね。でも相方ならではのそういうのが聞こえるのかもしれないですね。でも本当にお話いいですね。聞き始めたら、まだまだ時間何番組もできちゃうくらいなんですけれども、もうダメ？ツアーがあるということなので、じゃあそちらをですね、聞いていきたいと思うんですが、今月の30日4日1から始まるんですけど、僕ね、車にね、音響機材と、それから今年は自動照明システムって言って、自分で音源に合わせて照明が自動的にこうすごいかっちょいい
かっちょいい、かっちょいいね、照明がね、うん、動くんですけど、はい、それも持って全国回るんですよ。すごい、ご自分で照明を自ら、はい、あのまあ、まあ、僕はあのミディって若い人は分からないですけど、キーボードが使われるミディ信号っていうのがあるんですけど、はいはいはい、それでまああの音源の方とか、うん、そのデジタルミキサーの音量とか、はい、後半に向けてだんだんあの音量上げるとか、うんうん、ここはフィンガーピッキングだからギターのチャンネルちょっと上げるとか、うん、リバーブここオンオフだとか、それ全部プログラムされてて、はい、あとは俺歌うだけ弾くだけっていう状況でやってたんですけど、うんうん、そのミディ信号が照明の DMX 信号をコントロールできるってことが分かったんで、じゃあ、ね、ミディで照明動かせるんだって分かったのは去年の12月なんですよ。それで早速ハードとソフト組み上げて、うん、12月の年末クリスマス神戸で一回やったんですよ。そしたら、はい、これ評判悪かったらやめるけど、評判良かったらやんなきゃいけないのかなと思いながら、俺好きなんでやりて、そういうことやってみたらみんなすごい良かったらしくて、あ、なるほど、ね、あ、じゃあこれ来年やるしかないなと思って、さらにレーザーも加えて、あ、すごい、でちょっとまだあの明かりもちょっと加えて、さらにプログラミングも19歳、当時19歳だったあの知り合いの息子がやってて、今20歳になったんだけど、さらにそれもちょっとこういう照明のやり方やってみましたっていう面白い照明って、でその彼のクリエイティブが俺のライブにこう反映されてきてるってことがいないんだけど、うーん、面白いなと思いながら、そういうライブを、四日市から始まって九州回って、はい、途中で九州3カ所船に乗って釣りしますけど、うん、そのままもう一回戻ってきて、うん、で今度北陸行って、北陸から下がって名古屋、うん、で関東やって、で仙台からフェリーに乗って苫小牧に渡って、うん、北海道、うん、さっきのトムさんと今度一緒に回るんですけど、うん、北海道を10カ所ぐらい回って、はい、東北青森フェリーで降りて、はい、東北を今度石川っていう前のバンドと一緒に降りて、うん、9月22日東京ファイナル、あ、すごい、銀座タクトでやりますので、ぜひあの皆さん、ホームページ一休さん .jp と覚えていただきたいんですけど、はい、でも1993じゃなくて1993.jp って入れれば僕のホームページに行きますので、はい、で予約もできますので、ぜひ東京の方はですね、はい、タクトにいらしてほしいです。その照明も見られます。でもこのまた照明の話を聞いて、またライブを見ると、あ、はい、これが言ってたやつかみたいな、ね、そうですよね、二度楽しいと思います、はい、うん、皆さんぜひぜひチェックしてください、はい、今日はですねスペシャル回ということで、はい、このままエンディングまでですね、はい、日浦さんを交えてトークをしていきたいと思いますので、はい、なんか今日最後なんですか。あ、そうなんですよ、言っちゃダメなのかな、もう少し、あ、いや、もう全然皆さんに言ってますから、あらまあ、それはそれは、じゃあちょっと番組情報ですね、はい、必ず参加お願いします。はい、ごめんなさい、この番組はリスナーの皆さんからのご質問、お悩み、番組への感想を受け付けております、はい、FM サルース公式サイトよりどしどしお送りください、うん、本日の生放送は後日 FM サルース YouTube チャンネルで再放送が見れるので、そちらもお楽しみに。はい、そしてミュージックパワーの公式インスタグラム、ツイッターも皆さんぜひフォローしてくださいね。はい、はい、今日はいつにも増してですね、本当にあっという間だったんですけれども、そうなんです、今日浦さんが言ったように、私が実は今日で最後で卒業ということで、ね、いくつかメッセージが、はい、来ているということで、はい、まずどっちからいきましょうか。じゃあですね、はい、私のバックダンサーの、じゃあ私の方がいいですか。はい、はいはい、それでは、最強のバックダンサー全力おじさんから来てますミュージックパワーのパーソナリティの皆さん、こんにちは。こんにちは。朝刈今のバックダンサーの全力王子です。どうもお世話になります。朝刈今さん、ミュージックパワー卒業おめでとうございます。ありがとうございます。次の目標へガンガン進んでいく、うん、その姿勢は昔とちっとも変わらないですねこれからも目標に向かい、お互いワクワクした気持ちを忘れずに進んでいきましょう、はい、朝刈今最強のバックダンサー全力王子より、はい、はい、ということでした。ありがとうございます、王子。はい、では、はい、カナラテさんからですね、はい、ニックネーム音楽塔と書いてミュージックタワーさん、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます、はい、カナラテさん、まさかの体調崩してお休みだったとかで、誰よりはっちゃけてると思ってたカナラテさん、ちゃんと人並みに弱いところがあったんだと安心しつつ、体調は心配してましたよ、うん、ということで、今日はなんとリーマさんが今週で卒業なんですね、うん、ミュージックパワーは私は聞き始めてからまだ日が浅く、タマプラにも行ったことないので直接お会いできずじまいです、うん、この
MC メンバーでは一番の常識人という印象です、うん、で新しい日々を楽しく活躍してください。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、あと、はい、もう一つ、はい、あのさとしさん、うん、はい、リーマさんは今日で最後の出演とのことで、うん、私としてはもっと MC としての姿を楽しみたかったと、うん、随分なご利用しさを感じるとこです、うん、はい、今日は、前途を祝してお見送りすることにします、うん、というありがとうございます。本当にありがとうございます。全然これで最後と言っても、はいはい、これから先があるのでた、ね、また皆さんと再会したりとか、うん、そういったことも楽しみに、はい、おー来たーありがとうございます。いやー素晴らしい、お花相手できました。プロデューサー私からも ありがとうございます。後で説明します。あ、なんかすみません、いろいろ、はい、ありがとうございます。じゃあ俺ギターそれ売ったらいくらになるのかプレミアありがとうございます、はい、ちょっと本当に皆さんにはお世話になりまして短期間だったんですけど、はい、とても楽しくですね、うん、毎回やらせていただきました、はい、でまさか最後に生ライブが聞けるって声巡り合わせになると思わなくて、うん、もうなんか胸が、じゃあ来週は私が送り出して違う新メンバーで、はい、お疲れ様でした。熱いですねそれ本当にありがとうございます。でですね皆さんに、はい、TOEIC ですね、私がTOEIC受けて発表するって言ってたんで、はい、ちょっとさらっと言いますけど、はい、私のTOEIC スコアですね66でした。これ私990スコア990について熱く語ってたんですが、うん、私が受けたTOEIC ブリッジは100が満点でした。ま、100が満点でそのうちの66で、うん、全体の平均ということで、でもちょっと上じゃない、どうなんですかね、かもなく、かもなく不可もなくというところだったので、うんうん、はい、もっともっと精進したいと思います、はい、ありがとうございます。では最後ですね、はい、来週のパーソナリティは、はい、みゆ、あきこ、コスモ、谷村健、笑いマンでお届けします、はい、ゲストはですね我らが、あ、私がさせていただきます。みゆさん、イエーイありがとうございます、そしてですね本日のパーソナリティは、はい、みゆ、かなごて、そして朝香リーマでお届けしました。皆さん今日は本当にありがとうございました。ありがとう、はい、このメンバーでのタイトルコールはですね今日が最後になりますので、ぜひ皆さん、はい、に、皆さん素敵な週末を、はい、土曜日2時は、あ、じゃあ日浦さんも一緒に、はい、お願いします。手のひら広げるだけで2時はミュージックパワーでいきますからね、はい、ここミュージックパワーまだいきますよ。じゃあパワーちょっと一回練習、土曜日2時はミュージックパワ ー、本番いきますよ。ひろさん両手広げてよ、はい、はい、行きましょう。それでは皆さん素敵な週末を、土曜日2時はミュージックパワ ー、バイバーイ。これからもよろしくね。ありがとうございます。ありがとう、パワーパワーめっちゃパワーありがとうございました。